血にぶり、子宮4で先制される。すげえ対決だな W。ただ立ってりゃいいだけなのに山田なしてんの。いつもの梅津じゃん。ランナー貯めて相手に助けられるピッチング何回も見た。仙台だから楽天あたりで引き取ってもらえると良いかもな。山田ってボークももらっとるのか。これで1点しか取れないヤクルトもやっぱなるべくして最下位になっとるんやなって。キリッとしない先発ばかりは食い取っといた立浪は正解だったの。休んでるけどまあ小川やしなんとかなるやろ。ダッグアウトで謙信がコントロールの質問されてたぞ。2アウト2、3塁で平気だろと思って離席してたらなんで1点失ってんだよ。木下はど真ん中要求とかしてたのかな。濃紺をビジターで、しかも屋外で投げさせるのがおかしい。ネオも梅津もドームオアバンテリン専用機でええやん。間隔空けすぎなんじゃね。もう中6日で投げさせておけ。小田ロドリゲス昇格のせいで投手昇格が減らされた弊害出てるよな。まあ梅がキーマンとか言ってた OB たちも大したことないな。期待できん。ちな役です。こんばんは。お互い大変っすね。でも今年は最下位打ちがもらえますよ。もう高津には我慢ならないんで。すんませんけど。与田の時に120球だか投げたのがピークだったな。その後壊れたけど。ご視聴ありがとうございました。